阿波踊りの中でですね、一つ有名な言葉がございます。歌なのかな、言葉なのか、皆さん知っておりますでしょうか。踊るアホに見るアホ、同じアホなら大人にはソンソンという言葉がございます。ここからは見ていただくだけではなくて、皆さんも一緒に踊っ、この雨の中踊っていただく時間となっております。厳しいですね、厳しい中でも踊り子さんも濡れながら頑張りますよ。じゃあちょっと僕マイク持っているので中に入らせていただいておりますが、すいません、踊り子さんの方お願いします。はい、出ていただいて、あ、はい、短めで、はいはい、では大丈夫ですよ。はい、踊り方なんですけど、すごく阿波踊りは簡単です。まず、あ、皆さんもしよかったらその場で踊ってください。まず阿波踊りはすごく簡単で、手を万歳します。はい、ありがとうございます。で、手のひらは内側を向きます。はい、で、男踊りと女踊りという2つの踊りがあるんですけども、男踊りはちょっとガニ股にしていただいて腰を落とします。はい、女踊りはその逆で、膝を揃えていただいて脇をクッと締めます、固めます。はい、で、踊り方は同じなんですけども、右手と右足を同時に出します。はい、で、戻します。次、左手と左足を同時に出します、戻します。これを鳴り物のリズム、先ほどのリズムに合わせて踊ります。では、ちょっと鳴り物さんお願いします。右左でいきますね。はい、右左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 。ありがとうございます。で、このでアバ、これで皆さん阿波踊りはもう 80% ぐらい、できるようになられたということなんですけども、残り 20% 2つだけあります。1つが、掛け声です。やっとさ、やっとやっとという掛け声がございます。私がやっとさと言いましたら、やっとやっととお願いします。で、3つ、もう2つ目、それは笑顔です。笑顔で踊りましょう。では踊りましょう、お願いします。行きましょう、行きますよ。あ、やっとさ、あ、やっとさ、あ、やっとさ、ありがとうございます。あ、やっとさ、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 東京高円寺阿波踊りでございました。雨の中ありがとうございました。今年高円寺は8月24日25日の土日に行われます。本番が行われます。ぜひご参加、見に来ていただければ幸いでございます。ふるさと祭り、この後もまだ続くのかな、いろんなキッチンカー出ておりますので、差し入れのほどお待ちしております。冗談でございます。はい、皆さん楽しんでください。飲んで、食べて楽しんでください。はい、踊り子さんたち帰りますよ。ありがとうございました。すみません、雨の中ありがとうございます。高円寺阿波踊り連協会合同連の皆さん、大雨の中楽しい演舞をありがとうございました。非常に笑顔を届けていただいて、こちらも元気になりました。今一度大きな拍手お送りください。ありがとうございました。そして大雨の中